ルピアスルピアスグラシアスということで、この度もご視聴ありがとうございます。ですね、またね、皆さんコロナの状況がすごくこう変わって、皆さん出づらい状況が続いているのではないでしょうか。僕なんかもね、また再度、美容室での、コロナ対策を強化しつつも、毎日送らさせていただいてもらってます。で、お盆もね近くなってきたし、皆さんどう過ごすのか、皆さん迷うところだと思うんですが、なんていうんですかね、自分の事件で、自分の件でこう遊ぶというか、そのお金を落とすということは僕は逆にこう大切なのかなと思ってますし、そのなんていうんですかね、逆にその店舗同士っていうか、僕が伺うお店でも消毒環境がしっかり整ってたりとか、そこの顧客である僕、もしくは僕が顧客様を扱ってる身として、こう信頼関係で、これからやっぱそれがスタンダードにこうなってくるのかなと、思う中で、しっかりした、その消毒環境等を整ってるところで、最近キャンプに行ってまいりました。ですね、日本海を見晴らす丘の上の、輪島オートキャンプ場に、行ってまいりましたので、そちらの紹介なんかもねできればいいかなと。すごくコロナ対策もしっかりしてて、一人一人検温したりだとか、受付では一人、受付する人が入ったら他の人は入れない状況を作ってたりとか、すごくこうしっかりしてるキャンプ場だなとすごく感じましたので、この後ちょこっと映像でこう紹介しますので、ぜひ見てみてください。最後までご視聴よろしくお願いします。それではどうぞ。はい、ルピアスルピアスグラシアスということで、今日はですね、輪島オートキャンプ場にて、キャンプに来ておりますので、そちらをちょっとレポしたいと思いますので、よろしくお願いいたします。できてるやつですね。はい、輪島オートキャンプ場にやってまいりました。めちゃくちゃ海が綺麗です。はい、なんか結構検温もしっかり全員やって、しっかりコロナ対策もできているので、皆さんこう安心して来れるのかなと思います。なんか結構お客様に言われて勧められて、ずっとこう気になってたキャンプ場なんですけど、来てみました。海がすごい、海がすごい。
はい、とりあえずタープできました。富士テントもできました。中がこんな感じになってます。スノーピークの TP ですね。はい、とりあえず、準備ができて、今からゆっくりしたいかなと思います。結構いい感じで、はい、皆さん最後までご視聴ありがとうございました。とてもね、気持ちよくこうキャンプができました。僕もテント買い立てでね、すごくこう大変だったんですけど、まあ、そのまたテントをこう一つ立てるという作業もなんかこうやっぱキャンプの醍醐味じゃないかなと思いました。まあそんなこんなでこれからどんどんキャンプをしていきたいなと思いますし、また自然に触れることでね、こういろいろこうデザインのソースだったりとか、また リフレッシュされた、頭でこういろいろデザインできるんじゃないかなと思って、どん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 これからもねキャンプしていきたいと思います。で、まあ、うちのルピアスでもの、スタッフの山田くんなんかは結構ソロキャンパーとしてね、これからデビューしていくんで、まあ、そちらの模様なんかもこのチャンネルで、お知らせできればすごく嬉しいなと思います。今のところね、僕しか出演してくれないので、多分皆さんは、僕のことをルピアスっていう人だと思ってると思うんですけど、僕はルピアスのケイスケですので、まあ、そちら彼の、ソロキャンプにもこれからね乞うご期待ということで、楽しみにしていただければなと思いますので、よろしくお願いいたします。はい、ルピアスはねインスタグラムもやっております。そしてチャンネル登録もこっち、こっち、はい、よろしくお願いします。いいねボタンもよろしくお願いします。
はい、最後までご視聴ありがとうございました。それでは皆さん、次の動画でお会いしましょう。さようなら。